皆さん、こんにちは。くん、くん、こんにちは。今日は、まあ、関西オープン予選の結果報告やっていきたいと思います。はい。まあ、関西オープン予選ですね。まあ、まあ、レギュラートーナメントの、関西オープンゴルフ選手権っていうのが、まあ、あるんですが、まあ、そのための予選に、まあ、僕たちは関西に行ってきました。まあ、兵庫県ですね。はい。で、まあ、その時に関西オープンの予選をやった後に、まあ、北六甲カントリークラブと、タートルエースゴルフクラブ様で、視聴者様とのプレミアムコンペということでやらせていただいて、はい、でその後ね、ツアープロコーチの安楽プロと、まあ、ゴルフパートナー契約の皆さんもご存知だとは思いますが、安楽プロとちょっとその、まあ、動画を撮らせていただいて、まあ、昨日の夜帰ってきたという感じになります。はい。今日撮影しているのは4月6日ということで、4月1日から、移動して5日まで、はい、遠征に行ってまいりました。ああ、長かったですね。長かったですね。で、まあ、関西オープンの予選っていうのは僕2度ほど通ったことありまして、はい、まあ、約80名ぐらい出て通過が3人とか、2人とかっていう、まあ、厳しい戦いにはなるんですが、まあ、今回この僕とまっちゃんは、ミキゴルフクラブ様、まあ、兵庫県のね本当素晴らしいゴルフ場で、はい、予選を受けさせていただきました。はい。2年前に、そこのコース出た時はちょっと予選落ちだったんですけど、はい、まあ、今回はどうだったのかということで、やっていきたいと思います。お願いします。まず1日に移動して、はい、着いて早々練習場に行きですね行きましたね。ちょっとどことは言いませんが、はい、お客様が1人の練習場ということでやってるのかどうかちょっと不安だったんですが、まあ、ちょっと調整ぐらいして、はい、100球ぐらい打ってですね、まあ、次の日練習ラウンド4月2日ですね、はい、まあ、僕とまっちゃんとあと長野県から2人来た、プロと、まあ、組み合わせで一緒になり、はい、で練習ラウンドをして、本当素晴らしい天気、素晴らしいコースコンディションでやらせていただいて、でもうグリーンなんかもパンパンで、パンパンでしたね、はい、もう全然こうロングアイアンなんかはグリーンセンター落ちるとほぼ奥にこぼれるような、はい、感じの仕上がりになってました。まあ、そこでさせていただいて、まあ、なんか、まあ、回った感じ本当にもう OB も近くてね、いやなんか2年前回った時も、うん、まあ、狭いなと思ってましたけど、そうですね、改めて来るとやっぱ狭いなって、やっぱり狭い感じありましたよねあの隣のホールだったりするんですけど、隣接コースがね、はい、ただそのやっぱりプレーの進行上とか、まあ、危険、まあ、セーフだったらどんどん打っちゃうから、まあ、そういうことも含めて多分 OB 区位が、立ってあると思うんですけど、まあ、試合もそのままということで、はい、まあ、かなり、狭いコースで、まあ、どんくらいの予想、まあ、天気が良ければ、まあ、カット3アンダーぐらいかなっていう、まあ、僕の予想で、はい、まあ、天気のいい日に練習ラウンドして、まあ、僕は一応1アンダーぐらいでこう回ってたんですけど、まあ、まっちゃんがちょっと調子悪くて、そうですね、まあ、ちょっと練習ラウンドのスコア忘れちゃいましたけど、まあ、あんまり良くなかったですね、うん、そうでしたね、はい、まあ、あんまり良くなくて、まあね、ゆっくり休んで、本番という感じだったんですが、はい、当日は土砂降り、朝から土砂降りで、ね、もう大雨で、はい、もう中止になるかもしれないみたいな、中断とか、はい、それくらいの雨予報で、まあ、気温も寒くてですね、まあ、どうなるのかとこう思って、はい、プレーしていて、僕からじゃあ、はい、インコーススタートで、まあ、関西オープンの予選っていうのはマッチング形式っていうのかな、はい、だから同スコアの場合インコースのスコアが強い人が、上位に来るんですけど、まあ、インコースからスタートなのでとにかくインコースを、同スコアだった場合頑張っとかないといけないですね。はい。で、まあ、朝一、まあ、ちょっと左だったんですけど、こう、パーンと、こう、いい感じでスタートしていって、で、もう、結構ね、センター狙いで、まあ、うまく、こう、ゴルフできてて、最近にバーディー来たんですよね。おー、はい、いいですね。先にバーディー来て、はい、で、その後、まっすぐ、こう、ボギーとかになったんですけど、前半、1アンダーで折り返してですね。いや、ナイスプレーですね。いや、かなり上位なんじゃないかなと。はい、思いながらワンダーでプレーをして、で当日プリファードライっていうのが出てなかったんで、まあ、カジュアルでね、水溜りがいっぱいできてたんですけど、まあ、そういうのもみんなこうやりながらやってて、で後半、まあ、ロングで、はい、3打目にちょっとラフっていうか、まあ、ほぼフェアウェイなんだけど、まあ、沈んでたんですね、軽くなんか、はい、まあ、でもボンって横に落ちてこうなんで自らの球で埋まってはないんですけど、若干沈んでて、はい、でその周りだけ水が浮かなかったんですよね
水が浮いてたら、はい、まあ、水の浮いてないところにドロップできるんですけど、水浮いてなくて、はい、これはまずいなみたいな。で75ヤードぐらいで、まあ、3度じゃ確実に無理だなと思って、はい、もう50度で手前の芝ごと行こうと思ったら、やっぱり案の定ショートして、はい、まあ、そこでまたボギーになり、あ、まあ、ピンチは難しかったですね。ピンチは難しかったんですけど、で後半で次のホールでショートでちょっと200ヤードぐらいショートで、まあ、ちょっとミスショットしてしまったのもあるんですけど、まあ、ほんの少し OB に入ってしまい、まあ、ダボと、はい、これ2オーバーになっちゃったんですよね、はい、まあ、正直その、まあ、70人中3人っていうと、まあ、2オーバーとかだとちょっとね試合を投げちゃう子とかもいるんですけど、はい、まあ、全然わかんないなっていうことで、ほんとそこからもかなりマネジメントを駆使して、まあ、セカンドの、狙う位置パッティング打つ位置を考えながらゴルフをして、そのまま、2オーバーで、はい、まあ、フィニッシュしたんですよね。でかなりいいプレーしたんで、まあ、どうかなっていう感じだったんですよね。で僕上がった時点で僕らはインコースの4組目ぐらいのスタートだったんで、はい、でまあ、4組4組上がってる状態で、まあ、その時点でトップだったんですよ、はい、でワンチャン2オーバーであるかもしれないなと思って、まあこうまあ待ってて、でまあ帰って、でまあ、ホテルで結果を見たって感じなんですけど、結果は後ほど、はい、だから2オーバーフィニッシュでもしかしたらみたいな、そういう、はい、感じで、まあ、先にワッホさんがフィニッシュして、まあ、僕後ろの組だったんで、そうですね、はい、いやもう僕はまあ後ろから見ててやっぱワッホさんはすごいいいなんて集中力で、そうですね、はい、やってたんで、まあ僕はあんま声、詰まったりとかしても全然声かけてくれず、まあ、僕のマッチャーの方見なかったしね。あ、そうですね、はい、いやもうすごいいい集中力やってるなと、はい、和宝さんを見つつ、はい、見つつの僕ですよちょっと心配になるような前日の練習ラウンド、いやまあ、練習ラウンドが悪いのはもう、まあ、いつものことだ、はい、いつものことですよ。練習ラウンド悪くて2日目当日にアンダーパーで上がってくるのがっちゃだからね。上がってくるのが、いやなんだかんだ言って前半いいっすかで上がっちゃうんじゃないか、はい、そんな期待を持ちながらスタートしていったわけですよ、はい、朝一、まあ、真っ直ぐ和子さんと同じ10番ですよ、うん、そうですね、うん、左から風来てて右 OB なんですよ、右 OB でちょっとティーグランドの左側にあったそうなんですよ、左の木邪魔なんですよ邪魔なんですよね、はい、ドローでいくかフェードでいくか、はい、悩んだ挙句ティーグランドで一番右に行ったんであ、そうなんだ、はい、自信なかったんでドローで行かなかったんだ、ちょっとドローで行く自信がなかったんですけど、うん、ティーショット打ったらまあ、うん、フェードしてフェードボールが出て、はいはい、右のラフで、うん、まあまあそれなりに自分が思ってたよりもいいショットが出て、はい、あのいいスタートが切れたんですけど、まあ、セカンド190ぐらいで、はい、もうすごい沈んでるわけですよ、うん、ラフに入るとちょっと多分もうちょっとポコってこう入るね、入っちゃうんですよね、入ってしかももうかなり雨水を含んだラフになりますからね、はい、ラフになってもう4番アイアンで打って全然ショート全然届かなかったんですよね、うん、もう全然うまく打てなく届かなくて、はい、まあ、朝からボギースタート、うん、で僕グリーン手前からアプローチも30ヤードぐらいのアプローチをポンって打った時に、やっぱりすごい雨だったんで、うん、まあ、前日練習などしてますけど、うん、まあ、多少やっぱりこう下が食われるかなっていう印象も あったんですけど、アプローチポンって言ったらもうやっぱグリーンのコンディションがめちゃくちゃいいんで、うんうん、もうそのままもうとんでもない硬さなんですよとんでもない硬さで、はい、ファーストバウンドすごい跳ねて、そう3メートルくらい跳ねるね、いやもうすごい跳ねて、うん、もう、まあ、3メートルとか4メートルくらいちょっともう下りの、うん、はい、もうパッドがついて、まあ、これはもう朝はもうボギーでいいやと思って、はい、しっかり2パッド上がって、うん、まあ、ボギースタートだったんですけど、そこから、まあ今回ちょっと違うピンじゃないアイアンで、アイアンでヨネックスさんでね、ヨネックスさんのアイアンで行ったんですけど、うん、次ショートホールとかも結構いいショットして、うん、まあ、3,4 メーターぐらいの、それはかなりいいね、めちゃくちゃで、和子さんがグリーンセンターに乗ってるのを見てたんですけど、ねうん、あ、和子さんすごいいいところだったなと思って、まあね、その和子さんがいたとこから僕ドローしたんで、最高だねそれは、最高のショットで、うん、まあ、それは結果入んなかったんですけど、うん、いや、やっぱアイアンいいなと思いながらこうラウンドしてて、うん、はい、でも結局ちょっと途中でやっぱ OB とかをして、まあ、出だしボギーパーパー、うん、ダボーとかって、うん、でそこからもまた OB してダボーとかって、うん、で結局前半43で、はい、でも結構そのうん、やっぱドライバーで失敗、ティーショットでどちらかと失敗して、うん、結構わりかしセカンドショットはこ うまく打ったりとかしたんですけど、パターンがやっぱスリーパッドしちゃった、結構その雨っていう方だったんで、ピン位置とかもいやとんでもない難しい、とんでもない難しいところにあったんで、そんな端っこ切るみたいなね
構ありましたね。結構こうセンターに乗せてもセンターがスリーパットしてしまうみたいな、そうですね、うん、結構こともあって、もう全然うまく僕はプレーできずに43だったんですよ、うん、でも僕はまあもう43なんですけど、うん、まあ、ここで投げちゃっても何の意味もない、うん、そうですね、と思いましたし、まあ、今回一緒に回った選手たちもやっぱそうやってミスとかするんですけど、うん、はい、誰もなんかもう1メーターとか1メーター半ぐらいお先ですみたいな感じでやらないんですよ。ちゃんとマークして1打大切にね、1打大切にあのやってたんで、まあ、僕もやっぱそれぐらいしっかり、スコア悪いですけど集中して後半に臨んで、まあ、後半打ち下ろしのロングスタート、うん、ね、うん、まあ、ドライバーバーンって、まあ、はい、ちょっと左のラフぐらいだったんですけど、まあ、そこから3番ウッドで打って、練習ラウンドではもう本当にピッチングとか52度で打てるぐらいだったんですけど、もうその日雨すごかったんで、ロング3打目僕150とか、あ、結構残りましたね。じゃあ結構ちょっと残ってしまって、うん、でそこからしっかり乗せたりとか、はい、パター頑張ったりとかして結構やってたんですけど、うん、まあ、後半もやっぱりちょっとこうボギー、うん、ボギーっていうのをこう連続ボギーみたいなのが続いて、はい、結局僕はもう僕スコアいっちゃいますけど、うん、後半は40で、40でね、はい、まあ、前半43、後半40のトータル83、はい、いや、まあ本当にちょっと調子が悪かったとすると、もう本当にすぐ80を打っちゃうような、そうです、ね、まあ、コンディションで、はい、まあ、かなり難しい中でしたけど、で、まあ、僕の2オーバーがまあどうだったかっていうんですけど、はい、まあ、ちゃんと通ってるかな、通ってないかなみたいな感じで、いや、そうでしたね、ずっと思ってて、で、結果は4位タイでしたね。あ、だから1打足りずということで、はい、まあ、ワンアンダーが1人とイーブン1人で、ワンオーバーが1人ということで、はい、まあ、2オーバーが4人ぐらいいて、ただマッチングでは僕がまあ結構そのワンアンダー、まあ、ワンアンダーもう1人いたんで、まあ、その後どうなってるかわかんないですけど、まあ、4番目か5番目なんですよね、はい、だ、まあ、あとまあ1打、まあ、1人 だったのかなっていう感じで、まあ、今年もちょっと関西アップの出場は叶わずっていう感じだったんですけど、はい、まあ、でもかなりいいゴルフできて、久々になんかこうゴルフの調子も良かったしね、まあ、練習ラウンドからいい感じでね、そうでしたね、こうやれてたんで、まあ、本当に自分に期待してやってたんですけど、まあ、ちょっと通過ならずということで、関西に行く用事がなくなってしまいました。あ、でもその、ね、まあ、終わった後のプレコンということで、はい、まあ、北六甲の方もそうだし、タートルレースの方もね、参加していただいた皆さん本当にね、ありがとうございます。多分これ見ていただいてると思うんですけど、はい、またその関西の方とかね、三重とか、そっちの方でね、愛知県とかそっちの方でこうイベントができればね、はい、また嬉しいなと思ってますし、皆さんに会えるの楽しみにしてますんで、またよろしくお願いします。お願いします、はい、でその後に、まあ、回転式の森くんとね、はい、まあ、一緒に今回イベントやってたんですけど、で森くんと、まあ、安楽さんのところに行って、はい、回転式をちょっと安楽さんに体験していただくっていう感じで、スタジオまでちょっとお借りをしましたですね、はい、ウルという、四日市、ね、うん、っていうところですかね、はい、はい、でインドアゴルフスクール、インドアゴルフ練習場があるんですけど、はい、かなりブースも広い、4打席ぐらいあるのかな、かなりでかく酸素カプセルあったりとかして、で安楽さんの、まあ、YouTube チャンネルのチームがいて、はい、そこの社長がいてっていう感じで、まあ、動画を撮って、まあ、うちではね動画を撮ってないんですけど、はい、A ゴルフの方で、まあ撮影したんで、まあ、僕は本当は本来出る予定じゃなかったんですけどあまりにも森くんが、いやいやいや、まあ森くんと、まあ、安楽さんでこうやって、まあ、安楽さんはやっぱりもうね、こうツアープロコーチだし、はい、こういろんなメディアも出演されてて、あと喋り、テンポ、全て完璧だったんですけど、はい、うちの森が、いや、まあ僕カメラをずっとこうやらせていただいてて、ね、まあなんかこう、まあ、僕もそんな和子さんとかみたいに喋れるタイプじゃないんで、うん、すごい森さんの気持ちも分かるし、うん、そのなんていうんですかね、すごすぎるんですよ。あ、そのまあね、いや、まあでもなんかその安楽さん、だから安楽さんに話を聞いて振ったりとかっていう風にしていけばいいんですけど、安楽さんがもうすごく輝いてるんで、こう森さんが圧倒されてるような感じにも見えて、だから森くんはまあ、だからちょっと目が泳いでたんで、そうでしたね、助け舟出さないとっていうことで、僕も結構こう動画マイクつけてないんですけど、はい、結構声を張りながらですね、大本さん結構声張ってましたね、はい、出てるんで、まあ、A ゴルフの方今後
あの上がるのを、ね、楽しみにしていただければと思います。まあ、あの本当に非常にその回転式っていうのを安楽さんにも体験していただいて、はい、でまた、安楽さんのこうゴルフレッスンもその中でちょっと受けたんで、はい、それをこううちの動画でね、はい、あの喋ってもいいってことだったんで習ったこと2つあるんですよ、はい、もうね、まあ、スイングもそうなんですけどやっぱ力の入れどころというかやっぱり僕たちにはない感覚をやっぱりもお持ちなので、はい、まあ、それをまあ安楽さんの名前を使ってこっちで勝手に、レッスン動画出そうかなとまあ今話題になってるあれですね話題になってるあれででもまあ安楽さんにはあの先ほどちょっとこう LINE して、はい、確認取ったんでまたそのね、レッスン動画は、今度というか、まあ、今日撮影して、はい、まあ、A ゴルフのチャンネル出た後にまあちょっとこう出したいなという感じですね。はい、はい、まあ、そんな感じでちょっと関西遠征ね、まあ、ちょっと5日間行きましたけどまあちょっと残念ではありましたけどね、まあ、今後も僕に、まあ、日本プロの予選とか、まあ、ある中で非常にいいプレーができたのかなと、はい、まあ、まっちゃんもプロテストまで、まあ、約3ヶ月ということで、はい、まあ、そろそろこうちょっと頑張って、ビシッとしてくんないとちょっと困る感じなんですけど、はい、まあ、ちょっと、まあ、これからはまたなんか試合行ったらね結果報告動画出したいと思います。はい、はい、ということで今回は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。いや、でも僕は本当関西行った2日目で体調を崩すっていうね。そうでしたね。まあ、今も鼻声だと思うんですけど、はい、2日目からちょっと喉が痛いなっていうことで、いや2日目急にオフさんが喉枯れてたんで、はいはい、だからあ、なんか体調崩す前触れだなと思って、はい、だからまあ風邪薬みたいなのをねこう飲んでこう、まあ、ぼーっとしながらやってたんですけど、まあ逆にこう多分一緒に回った選手とかも、まあ、あまりにも僕がこう静かにしてるんでかなり喋りかけづらかったんだろうなっていう感じで。いやー、それは絶対そうです。エマコさんが一番年上でしたか、やっぱり。多分ですね。あ、まあ、同じぐらいの年の選手がいて、あとは年下っていうのはもう分かったんですけど、はい、まあ、一人は立花亮君っていて、まあ、その子は毎日度回ったことがあるって言ってました僕と。あ、いや、そういう話してましたね僕はちょっと覚えてなかったんですけど、まあ、前日成松亮君って、まあ、プロでいるんですけど、はい、亮から、明日岩尾さんが回る立花さんは僕の地元の先輩なんでよろしくお願いしますということで事前にそのあったんで、はい、まあ、それにもあったんですけど立花君が喋りかけてくれたのはちょうどお昼でしたね。あ、前半のハーフは本当にもう、まあ、でも和子さんやっぱいいスコアっていうのは、はい、まあ、やっぱいいスコアの選手がいたら、まあ、僕たちもそんな、まあ、僕たちもプレーもちろん真剣になってるんで、まあね、なんかそう、まあ、邪魔したね、はい、けないみたいな感じも多分あると思うんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、やって、まあ、なんとか乗り切ってきたかなと5日がそうでしたね。まあ、だから大事なのはい、でも帰ってきてからのケアですよ、うん、そうですよねいや、かなりね、まあ、5日目の朝なんかもう腰なんかキャリーケース片付けようと思ってやったらもう腰危なくて、もう片付けられなくてゆっくりゆっくりストレッチして、はい、でだいぶ動くようになってゴルフして、まあ、でも北六甲もタートルエースもかなりコース広かったんで簡単でしたけど、白からだったんで、はい、まあちょっと今僕、はい、ドライバーに悩んでました、ね、ドライバーに悩んでるからね。今回でも、うん、アイアンは、うん、自分の成長を感じられたんですよ、はい、今まで打てなかった球が、はい、打てるようになってるっていう自信はつきました。良くなってるんだなっていう自信は、はい、まあ、ついてきたんですけど、はい、まあ、ちょっといろいろ思うところがありまして、はい、でドライバーがむしろこう、うん、ちょっと悩んで、今悩んでいるというか、結局試合の時になんかこうフェードでみたいな感じでやってしまった、うん、まあ、自分、まあ、それもこう結果だったんで、うん、結果良かったらいや切り替えてそうやって自分の調子に合わせてゴルフできた、うん、できて良かったねになるんですけど、うん、結局結果が悪かったんで、うん、まあ、こういう気持ちになっちゃうんですけど、うん、まあ、ちょっとやっぱフェードドローでずっとやってきたのにちょっとフェード目のイメージで、うん、まあ、ゴルフをしてしまったのはあんま良くなかったなっていうところを反省していて、ね、俺は今日それ石井先生と話してて、はい、まっちゃんが、まあ、大分の時に出だしの2番11番ぐらいで、はい、
ドロー目で狙ったけど、なんかいい感じにフェードでいってうまくいったんですよ、はい、っていうのを言ってて、はい、あ、多分あ、なんか今迷ってるんだろうなっていう。そう、なんか、まあ、あの球はもうたまたまだったんですけどね。そう、たまたまだけど、はい、連れてっていい感じだったってことでしょ、はい、で、まあそこからもなんかこう、まあ、話を聞いてると、あ、なんか今どっち、まあ、どっちつかずになってるんだろうなっていう。あ、どっちつかずになってますね、はい、でアイアンがいいのはやっぱりちょっとフェード目出た方がいいからね、はいはい、そこがちょっと今難しいなっていう感じはしてるよね。まあそう、今取り組んでるスイングもちろんいろいろあるじゃないですか、うん、でやりたい動きとコースでやっていることのちょっとこの差が今はあるなっていうところで、うん、でも試合だったらもう本当その場からどうやっていいところに乗せる、うん、はい、いいスコアで上がるかっていうことが大事になってくるんで、うん、まあ、そこはいいんですけど、まあ、ちょっとこう自分が不安になりすぎたことで、うんうん、あまりにもかけ離れたことをちょっとやりすぎてしまったなっていう。そうね、まさかティー低くしてヒックフェア打ってないでしょ。そこまではないです ね、 ね、ティーを低くして打ったホールはありますよ。あ、ね、はい、あ、ホールはもちろんあるんですけど、うん、そこまでのことはやってない。ヒックフェアまではやってないというか、まあ、むしろそこまでやった方が良かったものなんですね。中途半端にフェード打ったことで右両ビットってたもんね。そうでしたね、まあ、左に出せないです、うん、ああね、はい、ドローの感じで来てるからね。ドローの感じで来てるんで、うん、で、あと左に向けないです。ああ、そうなんだ。まあ、向けてるのかもしれないんですけど、うん、自分が思ったより多分向けてないです。向けてないんだね、はい、その辺はちょっとやっぱ中途半端なことを、はい、やっぱ試合でやってしまったなっていうところは、うん、かなりその調子運動、まあそうだね、はい、そこは反省しなきゃいけないところだな。ちょっと悩んでる感じだったもんね。いや、めちゃくちゃ悩んでますね、今。アイアンがさ、まあ、ヨネックスのアイアンで、うん、フェード打ってる感じは球質めちゃくちゃいいからさ。そうなんです。あれがなんかこう、あの4番ホールで打った、そう、あ、これから動画出るんだけど、これから、ね、そうなんです、これから出るんで、うん、まあ、ちょっと皆さんに伝わってないと思うんですけど、すごく、だ、今までやっぱ打てなかったアイアンショットだと思うんですよ。そうだね、あんな球打てなかったね。でもやっぱクラブ、自分が成長したのと、うん、やっぱそのクラブっていうところで、やっぱいい感触で、その感触を出すための自分の中でこうした方がうまくいくみたいなのがあるんですけど、うん、それと、まあ、僕がやりたいこと、ドライバーの打つイメージがちょっと違う、ね、そうだな、難しいよな。ゴルフはでも間違いなくセカンドショットが大事だっていうことは、うん、今回ね、今回もやっぱりよく分かったというか、まあ、今回球止まる動向以前にちゃんとラインが出るかどうかっていうのはね。いや、もう本当さっき言ったグリーンコンディションが良くてピン位置が難しいと、うん、もう言ったらまあ僕の飛距離だと、うん、もうミドルアイアンとかロングアイアンになっちゃうんですよ、うん、止まんないんですよ、うん、まあ、ワッホーさんとかでも止まんないっていう状況たくさんあったと思うんですけど、そうなってくるといかに安全なところになおかつしっかり乗せるかが大事になってくるなっていうのを分かってるんですけど、 そこに打てないんですよ。そうだね、はい、そこの技術が足んなかったんだね。そこはまあ、今後はそこを練習しなきゃいけないなっていう。そうですね、まあ、また新たな課題というかね、はい、球が上がるだけでは、まあ、グリーン上止められないってことですよね。そういうことです。やっぱりね、距離感もありますしね、はい、距離感とラインがやっぱ大事なんだなっていうのは、まあ、改めて分かるようなコースコンディションでね、こうやらせていただいたって感じだったんで、まあ、次は僕で言うと4月15、16に、はい、日本プロの予選オークヒルズがあるんで、まあ、そこと、僕とまっちゃんではちょっとまた、来週ですかね、来週に太平洋クラブチャレンジトーナメントの予選が益子コースであるんで、はい、まあ、それ通過できるように頑張っていくという感じですね。はい、はい、まあ、そんな感じで、まあ、今日本当にね、体が動かないぐらいの感じですけど、まあ、ちょっとまあ、ちょっと雨さえやめば、まあ、安楽さんに教えていただいたやつをちょっと動画にして、はい、本当にすごくいいことだと思うんで、皆さんにも参考になることだと思うんで、まあ、安楽さんのチャンネルでやっているかどうかちょっと分かんないんですけど、今そのレッスンをね、いや、まあ、お伝えできればなと思います。はい、はい、ありがとうございました。